こんにちは。今回は時計算の問題です。解説の前にまずは問題の内容を確認しておきましょう。12時間で単針が一周する普通の時計、針がついているアナログ時計ですね。これがあります。0時を過ぎてから24時になる前までに、単針と長針は時間を表す針と何分かを表す針ですね。これは何回重なりますか？こういう問題になっています。では問題を解く人は今から問題文を流しますんで、その時点で動画を止めて考えてみてください。さあ解いていきます。最短で3秒で答えが出てくるような問題なんですけれども、今回は時計算の基本を押さえつつ2問いの方法ですね、これで解いていこうと思います。こういうふうに時計上で単針長針が動く速さですね、これを表すのに、速さっていうのは一般的には単位時間あたり、1分とか1時間あたりに何メートル何センチ進む、こういうふうに表すんですけれども、時計上での長針と単針の動きですね、あまり何センチっていうふうに表していくのは都合が良くないですね。時計上でくるくる回りながら動いていくんですから、1分あたりとか1時間あたり何度進んでいった、こういうふうに角度で表していきます。こういうふうに角度で速さを表すときに角速度、こういうふうに言うんですけれども、単針と長針ですね、1分間あたりもしくは1時間あたりどんだけ進んでいくかっていうのをまずは考えています。まずは単針からなんですけれども、ここで書いてあるように12時間で1周します。ここから始まって1周っていうことは360度ですね。12時間で360度進むっていうことは1時間で30度、これが単針が1時間で動く角度になります。一般的には時速っていうよりは1分で進む角度で表していくんで、これをさらに60で割って 0.5 度毎分。では長針の速さなんですけども、長針は1時間で1周ですよね。だから時速で表すと360度毎時になります。分速になってくるとこれを60で割って6度毎分。このように長針と単針の速さっていうのは一般的には分速で表すことが多いです。これを使って考えていきます。ただ今回の問題の場合、単針と長針が24時間の間に何回重なるか、こういう問題なんで、何分かの単位まで考えていくとちょっと計算が大変になってくるんで、時間の単位ですね。速さに関しても時速だけ、ここは使わないで30度毎時、360度毎時、これだけ使っていこうと思います。じゃあここで単針と長針っていうのは何時間ごとに重なっていくかっていうのを考えていきます。まずは0時ちょうどですね、長針はこの位置にいます。単針も同じ位置ですね、単針はこの位置、ここにいます。今この状態で長針と単針が重なってるんです。じゃあ次に重なるのは何時間後かって考えると、長針が単針より1周多く回るってことは360度ですね。360度余分に回って単針に追いつく、このあたりになるかなと思います。このあたりで単針がいるところに長針がぐるっと回ってきてまた重なる、こういう状態ですね。360度長針が単針より多く進めばいいんで、360÷長針と単針の速さの差、330ですね。これで割って11分の12時間、11分の12時間ごとに重なることになります。だからここで重なってる時間ですね、時間の単位でいうとこれ1と11分の1時、これを分で表すと1時5と11分の5分、こういう風になります。じゃあこれごとに重なるんで、次に重なる時間っていうのはこれの2倍で2と11分の2時、3と11分の3時、4と11分の4時、こういう風になってきます。じゃあ24時間の間で何回重なるか、1と11分の1時間ごとに重なるんで、24÷11分の12、これ計算すると22になりますね。じゃあ22回重なるんかっていうと、これ違いますよね。こういう問題って置いてるとよく質問されるんですけれども、0時と24時入るんですか。この問題ちゃんとそれが分かるように書いてます。0時を過ぎてから24時になる前までですよね。ということは0時も24時もこれ入れたらダメなんですよね。そうするとこれ22っていうのはどうなってるかっていうと、24時間ですね。これを11分の12ごとに区切っていってる。11分の12、
11分の12と、こういうふうに区切っていくと、11分の12がちょうど22個取れるんですよね。重なってる時間で数えていいのはここです。ここを数えていくんですよね。ということは、間の数になります。22っていうのは、これが1、2っていうふうに、ここを1、2っていうふうに数えていくと、ここが22個目になるんですね。数えていいのは間の数だけなんで、22から1引いて21回。これが長針と短針の重なる時間になります。計算自体はそんなにめんどくさくはないんですけれども、これよりもっと早く答え出す方法がありますね。実は長針と短針の速さとかわざわざ出さなくてもこの問題すっと答え出てきます。この24時間の間に短針は時計盤上をちょうど2周しています。長針は24周してるんですね。数の差が大きいのでパッと見一瞬わからないかもしれないですけれども、周回遅れっていう言葉があります。こういう風にぐるぐる回るようなコース上ですよね。これを2人の人が走っていってる場合、速い方が遅い方に1周差をつけると1回追い抜くことになります。もちろん2周差をつけると2回追い抜くことになりますよね。ここでは22周の差をつけてます。じゃあ22回抜くんかっていうと、さっき言ったここと一緒ですよね。最後のとこは入れないわけですから、22から最後の1回を引いて21回ですね。これが単身を長身が追い抜く回数、つまり重なる回数ですね。こういう風に出すこともできますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。